はい、どうも、ゆたです。本日はですね、10月に入りまして、今シーズンも、11月からシーズンインということでね、準備も慌ただしくなってきていて、ちょっともう時間もないなというね、本当に1年ってあっという間だなという感じなんですけど、本日はね、シェイクダウンというか、テストというか、ちょっと、近所で、ちょっと変わった、近況報告という感じで、ちょっと動画にはしてないんですけど、ちょっと自作の仮のアンパネを導入して、で、重量も1、2キロ軽くなって、で、一応、もうフロントノーズは、もうフラットになってるんで、軽量化と、あとは空力っていう面でどう出るか。で、あと、ちょっと自作なんで、一応ね、ポリカかアルミ複合板で迷ったんですけど、一応金額的にも、強さも、ポリカにはかなわないと思うんですけど、アルミ複合板も全然強いのと、やっぱ軽いんで、ポリカより。はい。で、一応そちらで作ってます。で、あとはリアデフの仕様変更と、フロントのバネ4キロアップ、22キロ入ってます。それのちょっとテストって感じです。はい。なんで、で、タイヤはもう去年のもうツルツルの残り、1ヒートしかしんないんで、溝は全然大丈夫だと思うんですけど、もう使わないと思ってたから、カスもいっぱいついてるし、グリップがどのぐらいするかと、あとはピックアップついてるんで、バイブレーションとあとグリップ力がっていうところではあるんですけど、軽いテストなんで特にタイムも追い求めてはないんでね。で、このまま曇っててくれれば20度前半ぐらいで走れるとは思うんで、去年もシェイクで32秒4ぐらい出てるのかな。10月で。同じ時期ですね、本当に来てるの。はい。で、今回やりたかったのは、車高バランスをちょっと、アライメント来週、再来週ぐらいに取るんですけど、車高バランスです。車高バランス、富士のピットとかね、多分水平だと思うんで、レーシングなんか行けばね、ほとんど、やっぱ、レーシングカー走るんで、多分、ほぼほぼ水平に作られてるんじゃないかなと思ってるんですけど、で、フェンダーとホイールで、地面から測んないんですけど、フェンダーとホイールで測って、右、フロントは左より、2ミリ、高いんですよ。こっちは58.5で、左が58.3なんで、もうほぼ水平なんですけど、下のサイドシルで測ると、12.6の12.2で、右の方が下がってるんですよね。フェンダーで測ると右の方が高いんですけど、シルで測ると右の方が下がってて、フェンダーっていうのは絶対取り付け位置で変わるとは思うんで、下の方で測った方がいいのかなと思うんですけど、そうすると、12.6、12.2、12.8、12.6って感じで、ちょっと右だけ、ちょい下がりぐらい、コンマ4ミリぐらいなんで、ほぼ、変わんないですけど、コンマ4ミリじゃ4ミリか。なんで、ほぼほぼ変わんないは変わんないんですけど、ただ、ここにね、90キロの重りが来るわけですよ。なんで、それも考えると、ちょっと右前だけ、ちょっと気持ち上げてもいいのかなと思うんですけど、車高バランスは水平かちょっと前下がりがいいとは思ってるんで、ちょっとほんと数ミリだけ上げて様子見ようかなという感じではあります。はい。そんな感じで、とりあえずね、もう走ってみるしかないんで、どんな感覚になるのか。はい、それでちょっととりあえず走ってみようと思います。
が終わって、まずね、もう第一に、やっぱ久々の走行ってこともあって、もう突っ込みすぎのドアンダーがひどかったっすね。多分車載映像見てもらえればわかるんですけど、すーげーアンダー出しちゃってるんで。でね、前半セクションは、まあ、1コーナー今走ってみて1回もしっくりは来なかったんですけど、コンマ1落ちぐらいではあったんですよね、ベストから。で、その後の左上りの立ち上がりはやっぱりどうしても我慢しないと、もうリアがブレーキこのまま踏むとするなっていう、もう完全にそういう感覚だったんで、で次のあの右のロング高速コーナーみたいなところも、あの最初行き突っ込みすぎちゃってすげえアンダー出してたんですけど、まあ何本目からはちょっと抑え始めてはいたんですけど、やっぱそれでもアンダー結構ひどかったんで我慢が全然できてない。でもその割にはなんかちょっとダウンフォースなんかあるような気もしなくもない感じはしたんですけど、アンパネがちょっと効いてんのかわかんないですけど、まあこの気温とね、タイヤの水を考えても、まあ高速コーナーに関してはまあそんな悪くはないかなと思ったんですけど、ただね、肝心なのは最終コーナーがね、マジでドアンダーだった。ちょっと多分自分の中でもちろん突っ込みすぎだとは思うんですよね。突っ込みすぎのアンダーだと思うんですよね。多分荷重不足、まあフロントが4キロアップしてるんで、もしかしたら荷重不足ってこともあるのかもしれないけど、でも多分 VAB に限って荷重不足が起きることってもうほとんどないと思うんですよね。荷重かかりすぎてでハンドルこじってね、手アンダーをあのアンダーっていうのが基本的なんで、そこでどれだけ我慢対決ができるかだとは思ってるんですけど、それにしてもなんか自分が思ってこのステアリングの切っていくタイミングでノーズが入らなくて、入ると思って切っても入らない、結局それでアンダーなんですよね。あとはちょっとバネもバネレートアップもしたんで、ちょっとブレーキのリリースが結構シビアコントロールになってきてんのかなとかって思ったりもするんですけど、まあ正直最終コーナーは一回もしっくりは来てないんですよね。なんでまあ遅いのはわかるんですけど、ただ自分の中でこうしたいなっていう運転が全くできなかったんで、てか曲がらなかったんで、こう思ってる運転って、まあもしかしたらそのグリップ力が低いことによって、まあ、シーズン中のそのグリップの感覚はやっぱ違うんで、それの感覚でこうブレーキしてハンドル、まあ、ステア入れてってだとちょっとアンダーすぎたのかなっていうのもあるんで、とにかくでもすげえドアンダーだったんで、コーナーでね失敗すると、あここがダメだったなとか、あの自分でこう大体わかるんですけど、今回はちょっとなんか全然見当がつかないというかわかんなくて、何個かまあこれが悪いんだろうなって言われるけど、あの明確にはわからなかったんで、ちょっと改善の仕方がやっぱりわからないと、何がダメで遅いかは自分でわからないと改善できないんで、まあ試して運転試して改善していくしかないんですけど、ちょっとでも自分の中で何がダメだったか明確に分かってないんで、すごいモヤっとしてて今、あの感じで
曲がらないってなっていくと、ちょっと今シーズンが思いやられるなっていうようなほど曲がんなかったんで、いやーマジで曲がんなかったな。まあ、そこだけかな。特に仕様変更したけど、大きくなんか車の動きが変わったとか、なんかデフの動きがとか、そういうのはあんまりないっすね。あんまりないね。高速コーナーの感覚、感触はちょっと良かったかなとは思うけど、あとはなんか1コーナー、まあちょっとわかんないな、ブレーキリリースがちょっとシビアになったな、ちょっとノーズの入れ方がなんか難しくなったなっていうのを感じたんですけど、それはもしかしたらブレーキなのか、ちょっとタイヤのブレーキ、あのタイヤのグリップが確実に低いんで、シーズンよりはそっちで合わせきれてないのかちょっとわかんないんですけど、いやーなんかすごい参っちゃったな、課題だらけで、ちょっといやー先が思いやられますね、この感じだと。はい、そんな感じなんで、まあちょっといろいろ今すぐ何がダメだったか答えは出ないんで、ちょっとロガーも見つつ、プラグとコイルも今回変えてて、パワーも直線でどれぐらい違うかとかもちょっと比べたいなと思ってるんで、はい、まあそんなところです。はい、ちょっとまあまとめると、あんま車の感触あんま変わんなかったけど、仕様変更で、ただちょっとドライバーが全然ダメでしたっていう感じですね。はい、あ、そう、タイム言ってないか、32秒9です、ベストは。はい、そんな感じで、ちょっとまあシーズンに向けてこれから準備して、はい、筑波と富士をメインでこのシーズンを走ろうと思ってるんで、はい、今日はそんなところで終わります。